千葉県の船橋からおいでいただきました、森田春彦さんと申します。江戸のお祭りには欠かせない獅子舞踊りでございます。森田さんはここのですね、佐々木忠夫さんが東京で在職中に後で上演してもらいますけども、盛岡市 の三本柳三叉踊りを襲われに行った時 の縁がありまして、東京で一緒に踊りを練習した方でございます。全国各地の民族芸能祭にとても詳しく、当時の花泉町で主催しております神楽大会にも何度か来たことがあります。それでは準備よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。では拍手を持ってお迎えください。
どうもわざわざありがとうございました。森田さんに素晴らしい獅子舞でございました。それでは続きまして、プログラム5番ですね。この方も東京よりわざわざこの花泉町においでいただきました。西多摩民族舞踊研究会というのがありまして、篠江英子さんと申します。秋田県 の西馬内踊りを披露していただきます。国の重要文化財にも指定をされております西馬内盆踊りより本日は盆踊りと願家を踊っていただきます。踊り手の篠根さんは忠夫さんが代表しておりました。忠夫さんは、ね、東京の方にいたもんですから西多摩民族舞踊研究会の一人でございます。東京の今学校の先生でございます。それでは皆さん拍手を持ってお迎えください。よろしくお願いいたします。
はい、どうも、ありがとうございました。広根さんによりますが、本部と丹助でございました。どうもありがとうございました。じゃあ、素晴らしい踊りでございます。拍手を持ってお送りくださいませ。続きまして、プログラム6番に入ります。この方々も同じく東京は八王子からおいでいただきました。保母さん方の民族舞踊サークル千日という名前の有志でございます。沖縄の舞踊ですね、エイサーというものをやっていただきます。サークルというわけでたくさんの人がおるんですけども、今日はちょっと所要で各自都合がありまして、数人の方しか見えておりませんので、大変失礼いたします。そちらの道路とかそっちの方にたくさんの人もおりますので、その辺の空いてるところを開けないで、どうぞ前の方に詰めて、これからたくさんの催し物がまだまだ出てきますので、どうぞ詰めて、腰掛けて見物なさってください。お願いいたします。じゃあ、よろしくお願いいたします。
最後にカチャーシーと言いまして、会場の皆さんと一緒になって踊る踊りがあります。必ず踊る踊りがあります。等身同意と言いまして、会場の皆さんも一緒に手をこう動かして踊る踊りなんですけども、ご存知の方ぜひお願いします。お手伝いお願いします。好きなように手を動かすようです。1番目はソーラン節ですから、皆さん一緒に歌ってください。じゃあ拍手のほどよろしくお願いいたします。次の曲は皆さんよくご存知のドレミの歌です。すいません、譜面を見ないといけない。
それでは3曲目は、トラさん、映画でね、あの今もうお亡くなりになりましたけども、全国民的なアイドルですね、トラさんの、歌をやります。それでぜひご一緒にねお歌いください。もうあの頭に浮かべながら、案外歌詞が浮かんでこないものなんですよね。一番だけさっき聞き取りであの調査して、あのやっと一番ができましたので、どうぞ。かかりますので、ちょっとお待ちください。
皆様こんにちは。私たちは元若柳高等学校の吹奏楽部というつながりで今回出演させていただくために即席で結成いたしました。メンバーを紹介いたします。フルートの千葉久美、クラリネットの佐々木十子、サックスの加藤彩、ドラムスの千葉恵子、ベースの水戸智之、バスクラリネットの菅原智美、トロンボーンの川田新平、ホルンの岩口香里、そして私トランペットの千葉康江です。今日お送りする曲は、NHK でおなじみのスポーツショー行進曲という曲と、あとは次はロンドンデリー、あとは次はルパン三世のテーマという3曲です。久々に吹いたので聞き苦しい点もございますが、最後までどうぞお楽しみください。よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。どうも皆さん盛大な拍手を送りください。どうもありがとうございました。素晴らしい映像でしたね。特に最後 のルパン三世のテーマなど聞いて、あの右手にこう力の入ったお客様がいるんじゃないですか。なんとなくこう聞いた覚えがあるなぁなんて感じで、人だけ疲れたりしてね。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではここでですね、ちょっと時間もちょっと進んでおりますので、5分間トイレ休憩したいと思います。お手洗いはですね、あのハウスのところに2つ以外のもので、いろんな方面に入っておりますので、その仲間でございます。それから彦市民謡同好会によります民謡数曲、皆様に披露したいということでございます。あの司会の方を同好会の代表の方にお渡ししますので、どうぞ拍手をお迎えください。よろしくお願いいたします。